おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ160ですね。160回目です。はい、今回ご紹介するのは、一応久しぶりになるのかな。はい、こちらです。はい、じゃんと。はい、久しぶりのネンドロイドですね。確か久しぶりだと思います。番号的に477。400。うん、来てるね。はい、では紹介していきましょう。はい、正面、側面、裏、そして反対。こっち次回紹介します。はい、これトップですね。はい、では開けていきましょう。レッツオープン。なんかこれあの久しぶりのような気がするな。よいし、ちょっとこれで開くかな。よし、開いた。とりあえず、いらっと。はい、一応下の方に、綺麗に切り抜いて2つに用意すれば好きなキャラのリグカードが作れるよ。ああ、それは多分これだな。中に入っているこれですね。多分これを使う説明だと思います。そして、商品を買うと、はい、ウィクロスという、ウィクロスでいいんだよね、カードゲーム的には。はい、それのカードが1枚ついてきております。はい、では本、はい、本商品ですね。こちら本体、替えの表情が2つ、交換用の手、ここもですね。で、付属品、はい、この辺で、いつものベース、それと先ほど見せた説明書と、なんか、うん、書いてるよ。はい。はい。そこの方に、あのね、はい。では、開けていきます。よいしょ。いやー、だから、これだ。弾け飛んでしまう。よいしょ、あった。わお。よいしょっと。はい、とりあえずいつものベース開けてきます。よいしょっと。こちらいつものベースですね。はい、そしていつものアーム、ここの先がこっちに入ってるんですね。これも開けなきゃダメだ。よいしょ。で、このシール、おお、ピントが合わねえな。はい、これシールついてるんですけど、これを貼り付けるみたいですね。はい、これが説明書。裏はいつも通り白紙。はい、これが切り抜いたシール。切り抜いたシールは、点線入ってない。お、線入ってない。不親切。はい、自分で切るみたいです。はい。そして付属のやつに、まあ、貼り付けましょうと。そうかい。そういうことですか。で、こういうふうに、こういうような、もう一個の商品と絡めることができると。で、先ほどの袋に入ってた、別の袋に入ってたこのアーム。うん。四角形になってます、ここ。はい。これ四角形です。いつも六角形なんですけどね。まあ、このような感じで取り付けるかな。はい、今日は随分とカメラのピントの合いが悪いな。よいしょ。はい、では本体いってみましょうか。はい、こちらです。これセレクター見てない人にはさっぱりわからないよね。まあ、いつものことか。はい、こんな感じです。背中に四角だな。お、四角だね。やっぱり四角の方がいいのかな、六角形より。ブス。はい、こんな感じ。ぐるり。確かに四角形の方が入れやすいかも。なんか六角形、なんかいまいち好きじゃなかったんだよね。今後四角になんねえかな。
ここボールですね。ここ動きます。よいしょ。そしてカエの表情が2つ。はい、これです。そしてカバン。これがシュシュかな、確か。劇中で今頭につけてるこの髪留め、ここにつけてるやつの代わりにつけることができるはず。それとこれですね、これが先ほど言ってたパスケース。こちらにこっから切り取ったやつを貼り付けようと。切り取ってって、はい、交換用の手首とかがいっぱいついてますね。手首じゃないか、いて。これがビクロスのカード、白と、あ、黒、はい。よいしょ、よいしょ。はい、交換用の腕、はい、こんなにいっぱい。今適当に取ったんで左右全部くっちゃになっちゃった。失敗したな、これは。はい。で、この手でいいのか。で、持たせることができる。あ、もう、おお。あかん。どれがどれだか分かんなくなっちゃった。でも合ってるっぽいな。はい。こういう手で。ちょっとシール貼ってないんですけど、こうやって持たせることができますと。で、交換は、まあ通常通り、腕、よいしょ、はい、取り外して、ああ、やりづらい。ちょっと顔、取っちゃいます。最初の時はね、硬いんですよ。よいしょ。まあ、こうやって取り付け。で、ついでだから顔の交換もやっちゃおうか。よいしょ。はい。今、パッとバラしたと、わかると思いますが、後ろ取れちゃいましたね、まず。そして、顔のパーツは、本体にベースがこのようについているので、取り外して別のやつを取り付けるという感じです。よいしょ。よいしょ。そして前髪を戻すと。で、先ほどのパスケースを持たせると。はい、こんな感じに持たせることができる感じですね。そしてこのシュシュ、こいつも頭取って。このリング、ちょっとちっちゃいで、紛失注意。して、これを、こう取り付けてあげると。そうすると、こんな感じになります。はい。あと、その他にも、いっぱいこうやって腕パーツがついてきますので、はい。他の劇中の、やつを再現してみたりとかも、してはいかがでしょうか。はい。あとは次回ですね、片側、こっち側、玉ですね。こちらご紹介したときに、これをちょっとやってみたいと思います。はい。一応今回はこれで、まあ終わり、じゃあ終わりですね。ちょっと残念だったのはやっぱりこのシールですね。切り取り線つけといてくれれば非常に使いやすかったんですけど、今回はそういうのがなしということで、ちょっとマイナスポイントはここですかね、このシール。それ以外はクオリティは、従来通りの粘土炉と同じような感じだったんで悪くはないと思います。ではカメラで寄ってみましょうか。はい、劇中でもこんな感じだったと思います。こういうね、再現パーツがついてたりするのもいいと思います。はい、以上次回、セットで、先ほどから何回も言ってますけど、セットのやつをやりたいと思います。はい、
これで一応ネンドロイド、小湊ルコ、名前言ってなかったですよね、477っていう話はしましたけど、はい、小湊ルコです。これを紹介を終了したいと思います。はい、では前回から始めました、はい、ディケイドライバーのコーナー、よいしょ。じゃあこれ、これは何かな。はい、アマゾンです。はい、アマゾンです。ちなみに、ファイルの方にはカードを入れてみました。はい、こちらの収納方法を私なりの入れ方をしたので、知りたかったら、コメント欄か中に書いていただければお教えします。ということで今回はアマゾンということでこちらですね。はい、では読み取らしましょう。はい、こんな感じでした。お、終わってなかった。Amazon。はい、という音声でした。多分劇中のベルトと同じような音だったんじゃないでしょうか。はい、ではこちらに戻しまして、はい、それではまた次回お会いいたしましょう。Bye.